日本語吹き替え版キャストの皆さん、そして会場の皆様。アールと少年、日本版エンドソングを担当しました、キロロの玉城千春と金城エノです。今日はアールと少年友情プレミア社会ということで。 私たちはそちらに行くことはできずとても残念なのですがこの後皆様は映画をご覧になるということでエンドロールにかかる私たちのベストフレンドマザーアースバージョンにも注目していいたただけたらと思いますアーロと少年私たちも一足先に拝見させていただきました。 はい、はい、アーロとスポットが本当に可愛くてですねあのその2人が一生懸命いろんなことを乗り越えていく姿にあの何度も泣いてしまいました、はい、映画を見る前に是非皆さんで一緒にこの歌を歌ってもらえたらきっとさらに映画のの友情に共感でできるのではないいかと思います、はい、皆さん是非是非大きな声で歌ってくださいね。 笑顔でそして大切なな人を思い浮かべながら、えー、そして今日ここにいる皆さんが、えー、ベストフレンドなんだよっていう気持ちを込めながら歌っていただくときっといい感じになるんでゃないでしょうかいい、ね、はい <laughs> 私たちのベストフレンドを通して皆さんと映画の良さを分かち合えたら、えー、嬉しいなと思いますそれでは皆様映画とベストフレンドをぜひ楽しんでください。キララでした,キララでした さあとということで今、大きなスクリーン一緒に見ていただいたんですがはい安田さん、どうですかキロロの2二人からのコメント見てていいただいてあのエンドロームにすごい数のスタッフの人の名前が出るんですねその時にすごくあの制作側の,なんていうのかな愛が感じて私も最後までじっくり。こう このすごい人数のスタッフを見てしまったんですけどもちろん英語なんですけれどもそこにこのキロロの音楽が流れるっていうのは本当にぴったりだと思うんですまた,また違う感動をすると思うのでぜひ今日はそこを最後までしっかり見ていってくださったらいいいいいなとと思まますすはあ、い、ありがとうございますさあそれではですねここで今お話にも出てきましたキロロのお二人が担当したアーロと少年の日本版エンドソング「えー、ベストフレンド」。 マザーアースバージョンを、今日お越しの皆さんと。えー、そしてゲストの皆さんと、もう全員で、大きな声で歌いたいというふうに思っております。さあ。歌いましょう。ゲストの皆様、大丈夫ですよね。はい。気合十分ですよね。えー、歌いましょうか。あ、今はだ、まだ,まだ<ー>大丈夫です。まだ大丈夫です。はい、お客様、どうでしょうか。歌っていただけますか。皆さん、一緒に大きな声で。あ、拍手をいただきました。ありがとうございます。全員が歌うまで、始まりませんのでね。<laughs> よろしくお願いしますそうです皆さん頑張って歌っていただきたいと思いますさあそれではですねいろいろとご準備をさせていただきますのでここでゲストの皆さんは一旦ご退出ということになりますではお客様大きな拍手でお送りください後ほどよろしくお願いいたしますはい さあ、それださんが一旦退出している間にですね、今練習を2回ほど繰り遅れましていや、すごい声が聞こえてましたよ聞こえてましたかびっくりしましたこれはあのゲストの皆さんも負けてられませんねいや、もうもう裏ではもうね、石川君を中心に <laughs> ハーモニーの練習をね <laughs> はい <laughs> だ石川君完璧だったじゃん <laughs> え練習、ちゃんと練習したんだもんね<あー> <laughs> はい。うん。 あとはもう松茂さんのソロパートがね楽しみです <laughs> ソロパートがあるんですか <laughs> ちょっとそれも楽しみしたいと思いますが、ではですねゲストのお代表しまして、まあ、お客様もみんなこう気合が入るように、矢島さん、一つ意気込みをお願いできますでしょうかみ,み,もう、ね、もうみんなと一つになれればね、友情分かち合うということで。<laughs> メッセージをゲストの皆様を代表してですね。安田さんと、そして松茂さんにいただきたいと思います。まずは安田さんお願いします。えっとこの上映えっ、ー、と約140あ1時間40分ぐらいなんですけれども、あの本当にあの皆さん全員満足していただけると思います。あのいっぱいいっぱい楽しんでください。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> そして！ 夏茂さんお願いします、あのー、本当にいろんな年代の人、いろんな性別の人、まあ、性別は2つですけども、あのー、本当に、ね、いろんな人がいろんなところで心に刺さってくる言葉だったり風景だったり、あのー、そういうものが散りばめられてあります。それで本当にあの感動だったりなんか あの悲しみだったり喜びだったりいろんな涙が出てくるかもしれません、それをエンドロールの間に乾かさなきゃいけない、まあ、そんな恥ずかしいこともありますけども本当に楽しんで見ていただければもうその答えはずっとものずっと出てくると思いますのでどうぞ最後までごゆっくりご覧くださいませよろししくお願いいますはい、ありがとうございました。ささあそれではでではすすね会場のお客様とと一緒にに皆さんでフォトセッションに移らせていいいたただきたいと思います はい、えー、そのままですね、えー、中の通路。